この世はば我が家とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば、日本史上最大の一族を誇った藤原家、現代日本においても日本一名字の数が多い佐藤や伊藤など藤原一族の末裔であったと言われています。現代の名字の多さを見ても影響力は計り知れません。そんな最大の一族と呼ばれる藤原家の中で、幸運を兼ね備え長きに実権を握ったとされる藤原の道長、千年以上語り継がれる源氏物語の歌人である紫式部との愛人関係でもあったと言われる藤原の道長はどのような人間だったのでしょうか。藤原の道長は藤原兼家の四男として生まれます。この時点では四男ということもあり、政治の中心に上がることは難しいとされていました。しかし、ここから驚異的な幸運で駆け上がっていきます。まず転機が訪れたのは藤原の兼家の次女道長の姉にあたる藤原の戦士の子供であった泰仁親王が一条天皇として即位したことです。摂政に就いた兼家が息子たちを一斉に昇進させたのです。その後道長が22歳の時、左大臣の娘である林氏を求婚するのですが、四男ということを理由に出世が見込めないと断られてしまうのですが、道長の強いアプローチで無事結婚を迎えます。そして兼家が亡くなり、次に摂政に就いたのは長男の道隆でした。道隆も自身の息子であるコレチカを出世させて道隆の繁栄を狙っていきます。しかしコレチカはとても自分勝手な性格で、一条天皇とコレチカの関係は最悪だったのです。関係が修復されることはなく、その間に長男道隆も亡くなってしまいます。そして次に関白へと就任したのはコレチカではなく次男の道兼でした。しかしここでもそう長くは続きません。当時感染力の強い天然痘をあつらい、関白就任するもたった7日間で亡くなってしまうのです。これが有名な7日関白と言われています。関白の座が次々と入れ替わる中、次の関白の座を長男の息子コレチカと道長で争うことになります。しかしここでもコレチカは自ら自滅していくのです。遊びのつもりで火山法王に対して矢を放ったのです。結局この矢の出元がコレチカであることがバレ、コレチカは太宰府への左遷が決まるのです。なんとお粗末な最後でしょうか。こうして道長は何もすることなく上が次々といなくなり、気づいたら関白の地位を手に入れると思いきや、道長は関白の座に着くことを望まなかったのです。道長はあくまで関白は天皇の後見に過ぎず閣議にも出られない、道長が求めたのは自分の子供を天皇に嫁がせて天皇の外祖父になることだったのです。そして念願が叶い、娘の彰子を一条天皇に嫁がせることに成功します。ちなみにこの彰子の家庭教師が紫式部で、まさにこの時に色恋沙汰があったと言われています。源氏物語にも二人が和歌を交わし合い、夜の部屋に出入りしていたと記録されています。さらに紫式部のライバルとされている清少納言も道長を同時期に好きだったと記録が残っています。つまり和歌のライバルだけではなく恋愛のライバルでもあったんですね。
そんな中、道長の娘彰子と一条天皇の間には男の子が生まれ、また道長の娘を天皇に嫁がせ、次々と娘を天皇と結婚させていったのです。そうすることで長く実権を握り続けることに成功をするのです。そして三人目の娘が天皇と結婚することになったその日の夜、お祝いの席であの有名な和歌が歌われることになるのです。この世はば我が世とぞ思う餅つきの、かけたることもなしと思えば。このようにして幸運を持ち合わせ、戦略的に長きにわたり実権を握り続けた藤原道長、そして今にも残る源氏物語の作者紫式部と清少納言からも一目を置かれていたのは、彼のカリスマ性がゆえだったのでしょう。